伊藤忠兵衛記念館2代目、伊藤忠兵衛記念碑2代目、伊藤忠兵衛6月12日から1973年5月29日は、日本の実業家。伊藤忠財閥の2代目当主である。寿三味郡伊藤瑞宝商。幼名は誠一。父、初代、伊藤忠兵衛が呉服店として創業した、伊藤本店を発展させ、伊藤忠商事と丸紅という2つの総合商社の基礎を築いた。2代目忠兵衛は、カタカナの使用を推進する金文字運動の草分けとしても知られ、1920年1月から金文字会の創立委員となり、日向利平、片岡康、下村海南、平尾八三郎らと共に、この運動の有力メンバーとなり、1938年10月には財団法人金文字会の理事となる。忠兵衛の影響もあって、伊藤忠、丸紅両社では、戦前から戦後にかけて、正式な社内文書には、カタカナが使われていた。また平尾八三郎の影響を受けて、それまでの地域偏重教育とは一線を画した、特育、体育、地域の均衡の取れた教育に関心を持つに至り、江南学園の経営に参加する。財団法人江南学園の理事となり、江南中学校、江南小学校にも関与した。1957年には江南学園の第5代理事長となる。1969年、江南学園の理事長を学園創立50周年記念式典で辞任するまで、江南学園には最も熱意を入れていた。ありがとうございます。